然ですが皆さん、京都で最古の信号機をご存知ですか？蹴上げの愛知久市の丸型なんだぜ。こちらは昭和50年製でもっと古い信号機があるんですよ。残念でした。それじゃあもっと古い信号機とはどこにあるのでしょうね。それは京都駅前だ。は？だから京都駅前だ。なんだ、ただの樹脂じゃん。京都駅から徒歩4分のこの樹脂はなーんと、なーんと昭和49年製、荒田島の角型と同い年ですね。まだ京都にも昭和40年代の陶器が残っているんだな。すごいんだぜ。ちなみにもちろん3つ穴世代です。あともう少し古ければ松下 FRP だったんですけどね。ちなみにこの陶器めちゃくちゃ柱が傾いています。ピサの斜塔かな。ここまで柱が傾いているとさすがに駅前なので更新されるのも遠くないでしょう。ちなみに同交差点には古めの鉄板と青レンズもあります。いずれもレアですね。これはおまけです。殿下の宝刀手抜き編集。黙れゼウス。今回紹介した陶器は他に兵庫県、奈良県などで見られます。